戦闘開始。死ねるか。イタチの生きた意味をこんなところで。許せ、サスケ。また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが木陰になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。破裂を極めた五影階段での戦いでほとんど視力を失っていたサスケはイタチの目を移植することに踏み切った。その後サスケは白絶の監視から逃れ第四次忍海大戦の戦場に踏み出した。視力を取り戻した今、彼は対決のためナルトの元に向かっていた。そしてこの木の葉の里への復讐の終幕をそのイタチの目で見届けることを望んでいた。しかし道中思いがけずイタチと再会する。兄弟の二人は手を組み仙人モードとなったカブトを倒した。イタチはカブトに江戸転生の術を解除させて忍海大戦の戦況を大きく変えたのだ。イタチとの再会は再びサスケの人生を変えることとなった。お前がこれからどうなろうと俺はお前をずっと愛している。イタチの同日によって真実を垣間見たサスケは復讐の本質と意味について考え始めた。より高い視点で関わる全てのことを深く考えたのだ。一族とは何だ、里とは何だ、忍びとは何だ。サスケはオロチマルを復活させ、そのオロチマルの助けによりサスケが知りたいこと全てを知る者たちと会うことになった。それは先代のホカゲたち。ホカゲたちの口から戦国時代木の葉隠れの里の創立、内葉一族の秘密、そしてイタチの悲しき過去をサスケは知った。全てを聞いたサスケは自分のやり方で忍界を変えることを決意した。それはこの戦争を終わらせることから始まる。俺は木の葉の里を守ることに決めた。木の葉の里、イタチを無にはさせん。そして第四次忍海大戦の戦場で忍び連合軍が第二形態に進化した十尾に苦戦していた時、歴代のホカゲたちが突如戦場に。彼らは非赤要人を発動して十尾を結界の中に閉じ込めた。さらに初代ホカゲ千住柱間は先方明神門を発動し十尾の動きを封じた。ここから忍び連合軍の反撃が始まろうとしていた。その時もう一人戦場に現れた者がいた。ずいぶん遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん、さくらか。本当にサスケくんなの？何しに来やがった。なんでサ
助くんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺が火影になり里を変える。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。おっよし。さくらちゃん、私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ。第7班、ここに復活だってばよ。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。でけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。終わりきったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ、このまま焼き尽くす。おいサスケ、今までの負のシステムは全て俺が始末をつける。火の国木の葉隠れの里。うちは一族のサスケは大切に育てられた少年だった。サスケには彼を愛する両親と兄がいた。サスケの目標は優秀な兄に追いつき、父親に認めてもらえる立派な忍びになること。兄さん、今日手裏剣術の修行に付き合ったよ。許せサスケ、また今度だ。暗部に配属された兄イタチは忙しく、一族の長である父親との間に以前よりも距離ができてしまったように見えた。ある日、恐ろしい事件が起きた。愚かなる弟よ、この俺を倒したくば恨め憎め。
イタチの手によってウチハ一族は抹殺されたのだ。愛する家庭やよく知る人々が一夜で消され、サスケの人生はこれ以降終わりのない暗闇に陥ってしまった。一族を抹殺した後、里を抜けたイタチのことがサスケの脳裏にいつも浮かんだ。ある日、湖面に映った自分の顔がイタチに見えた時、サスケは生きる目標を定めた。それは両親や一族を殺したイタチに復讐することだ。兄さん、あんたを殺すためならこの先がどんな闇だろうと俺は突き進んでやる。どんな力を手に入れてやる。今から俺は復讐者だ。孤独の淵にいたサスケは自分と同じように孤独な少年渦巻ナルトに出会った。両親を失ったナルトはやんちゃで落ちこぼれだった。彼はサスケをライバル視し、ことあるごとにサスケに対抗心を燃やした。しかし孤独な者同士だったからこそ相手の気持ちを理解できた。ナルトとサスケが視線を交わした時、相手の孤独を知り、自分以外にも似たような者がいると感じて、お互いに少し安心したのだ。そして二人は共に第七班に配属され、チームメイトでありながらライバルとなった。なんでだ、なんでだってばよ。なんで俺なんか。知るかよ、体が勝手に動いちまったんだよ、バカ。よう、怪我はねえかよ、ビビリ君。仲間との絆はサスケを徐々に過去の闇から引き離し、それにつれ彼の復讐の炎もだんだんと弱くなっていた。しかしイタチとの再会は突然訪れた。この時サスケは自分とイタチとの実力の差を思い知らされた。なぜ弱いか、憎しみが足りないからだ。力、もっと強い力を。サスケの復讐の炎は再び燃え上がり、何に変えてでもイタチを倒す力を手に入れることを決意した。この頃、オロチマルがサスケに力を渡す代わりに自らの元へ来るよう誘った。音の四人衆にまだ知らぬ呪因の力を見せつけられたサスケはその誘いを受け、この赤暮れの里を抜けた。ナルトは諦めず、サスケをこの赤暮れの里に連れ帰ろうとしたが、サスケはそれを拒絶した。二人は終末の谷で生死を分かつ戦いを繰り広げた。サスケ、お前はオロチマルなんかにはやらねえってばよ。俺がお前の手足の骨全部折ってでも止めてやら。俺もどっちもやっとできたつながりなんだ。だったらそのつながりを俺は断ち切るまでだ。ラセンガン。ナルト、俺は復讐者なんだ。サスケはナルトにとどめを刺すことなく暗闇の中に消えた。しかしナルトとサスケのつながりはここで断ち切られたわけではない。カカシにオビトが敗れたことを知り、マダラはオビトが死ぬ前に輪廻転生をさせ自身を蘇らせようと考えた。しかしオビトは下道輪廻転生の術ではなく陸道十尾吸引を発動した。
オビト自身が十尾の人中力となり、神樹を復活させ、無限つくよみの発動に取り掛かったのだ。無限つくよみが発動してしまえば、地上の人々は永遠の幻術に陥れられてしまう。十尾の人中力となったオビトの力は凄まじく、あらゆる攻撃を受け付けなかったが、戦術だけは効果があることにナルトは気づいた。そこでナルトはサスケと手を組み、戦術でオビトに対抗することにした。忍び連合軍もまた死力を尽くして二人に協力したのだ。ナルト、次で決着をつけるぞ。おう、眠るのは明日、夢は自分で見る。今だな。終焉だ。この世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う？自分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。終わりだ。はあ。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。で、決めるぞ。ナルトとサスケによる渾身の一撃はオビトを貫き、オビトの体内に取り込まれていた美獣たちのチャクラを引っ張り出すことに成功した。そして
忍び連合軍が一体となり、美獣たちをオビトの体から引き抜き、ついにオビトを倒した。タカシが友としてオビトにとどめを刺そうとしたが、オビトの後悔を知ったミナトはカカシを止めた。そしてマダラを封印しようとしている柱間のサポートに向かうようナルトとサスケに指示した。オロチマルの下でサスケは忍術、剣術、現実の全てがまるで脱皮したかのように進歩を遂げた。そしてサスケは転生の時期が近く、不調なオロチマルを襲い倒したのであった。サスケは自らの目的を遂げるために必要な仲間たちを探していた。その仲間たちを集め、小隊を結成しヘビと名乗った。ようやく準備が整い、復讐が始まった。サスケ、その車輪がお前はどこまで見えている？今の俺のこの目に見えているもの、それはイタチ、あんたの死に様だ。イタチとの決戦でサスケは死力を尽くし、驚くべき力を発揮した。しかし最終的にはイタチの奥の手スサノオで追い詰められた。サスケの目の前までイタチが迫った時、意外にもイタチはサスケの額を突き、兄弟の絆を思い起こさせる言葉を口にした。許せサスケ、これで最後だ。イタチの死後、謎の仮面の男の口からサスケはイタチの真実を聞いた。復讐の標的に置くべきは木ノ葉隠れの里の上層部たちだとサスケは知ったのだ。そして火影を含む五影を世界を腐らせた首謀者として標的にし、五影階段を強襲した。階段上での一連の戦闘の後、サスケはイタチを死に導いた黒幕である団蔵を殺した。サスケは復讐に駆られ、冷酷で非情になっていた。サクラとカカシはサスケの暴挙を止めようとした。しかしサスケはかつての仲間にも躊躇なく刃を振りかざした。その時ナルトが現れ、彼の前に立ちはだかる。そして二人は激突した。もしかしたらサスケ、俺とお前が逆だったかもしれねえ。なんで俺にそこまでこだわる？友達だからだ。暗闇に落ちる間際のサスケに対してもナルトは決して諦めなかった。そこには自分の命を懸けて友を復讐の泥沼から救い出そうとする強い意志があった。ナルトはいずれ訪れる二人の対決の時に憎しみの全てを自分が受け止めるとサスケに告げた。サスケはいつまでも自分とのつながりを切ろうとしないナルトに苛立ちを覚えたが、対決の申し入れを受け再び暗闇の中に消えた。自分の行為を深く後悔したオビトは自らの命と引き換えに外道輪廻転生の術でこの対戦で亡くなった人々を蘇らせようとした。その時突然マダラの意志とされる黒舌が現れた。黒舌はオビトに取り付いて体を操り、マダラを蘇らせるために外道輪廻転生の術を発動させた。ようやくマダラが計画通り復活に成功した。今のマダラの体には柱間の細胞が移植されており、ウチハと千獣両方の力が一つの体に同居していた。
マダラはナルトたちを退け、動けない柱間から戦術チャクラを抜き取った。さらにマダラは右目のリンネガンを取り戻し、ゲドウマゾウを使って9匹の美獣たちを全て捕らえ、その力をより強大なものとした。ナルト、そして忍界に危機が迫っていた。だがこの時、マダラの隙を伺っている者がいた。お前は生き返ってまで何を望む？柱の時代はとうに終わっている。柱間の成し得なかった国づくりを変わってやるだけだ。だがこの世界は失敗した前任者柱間のものだ。死にかけの患者には荒療治が必要だ。それが無限つくよみだってのか？そうだ。それこそ俺の望む本当の世界、犠牲のない世界。なるほど。お前の描く世界に全くの理解がないわけではない。だがそれはお前の出しゃばるべき夢ではない。さて抗ってみせろ。これで終わりだ。まだだ。血取りながら。ここだ。血取り。まだだ。やめるな。血取り流す。ここだ。血取り。まだだ。まだだ。ここだ。ひどい。まだだ。ここだ。まだだ。やめるな。まだだ。そこが。そい。この世界はいわば柱間の矛盾した世界だ。今だ。くそ、これは。何かを守るためには何かを犠牲にしてしまう。たとえそれが友であろう、兄弟であろうと、我が子であろう。時間は十分にやっただろう。残念だ。本当の里作る。本当の影を。目を覚ましたか。インドラの転生者よ。